さあ買ってきたぞ。はい、皆さんご存知、今人気のミステリーフレーバー。はい、5種類も買ってきちゃいました。まだ飲んでませんよ。まだ一回も飲んでないからね。さあどんな味がするんでしょうか。今日はね、今大人気のミステリーフレーバーを飲んでどんな味か検証したいと思います。さあ、いろんなパッケージがあってね、かわいいですね。なんか全種類ね、買っちゃいました。多分店にあったのを買ったんですけど、多分全種類じゃないかもしれないですけどね。さて、どんな味がするのか、まだわかりません。ミステリーだからね。ミステリーな味がするからね、どんな味がするんでしょうか。さあ、早速、飲んでいきたいと思います。さあ、開けるぜ。さあ、どんな味がするんでしょうか。飲んでいきたいと思います。ミステリーフレーバー。他に似てるなぁ。なんだこれは。例えるならあれですよ。あれなんだよ。あのね、いいのがあるんだよ。ビレッジヴァンガードとかによく売ってるあれですよ、あれ。そうだ。わかったぞ。ドクターペッパーだ。ビレッジヴァンガードとかによく売ってるあれです。ドクターペッパーの味がします。最初はいいんだけど、あとはなんだか、この、シップの味っていうかさ、なんだろうね。あの味がするんだよね。てか、毒ペでしょ、これ。いや、これ完全毒ペでしょ。これ絶対すり替えられてても分かんないからね。え、っていうか待って、これ色まで一緒じゃん、これ。ミステリーフレーバーって名前にして毒ペを出してるわけ？うわ、これ絶対分かんないわ。この青の魔女のやつが毒ペです。さあ、2回目だ、これ絶対分かんないでしょ。だってこれだよ。え、毒ペじゃん。全部。あー、これ誰かに飲み比べしたかったなぁ。そうだ、いいこと思いついた。これパッケージ剥がしましょう。パッケージ剥がせば自分の分かんないじゃん。そうだ、そうしよう。適当になんかシールを裏に貼っときます。貼って、これ毒ペね。パッケージ全部剥がしましょう。よし、これでね、みんなが毒ペ毒ペ言ってるね、このミステリーフレーバー、ちゃんと自分の味を認知してもらえない、このかわいそうなミステリーフレーバー、気持ちをね、私が代弁してどこが違うのか徹底検証できるわけですね。俺が違いを伝えれたら、こいつらの生きていく価値はあるということ。こいつらの生きていく意味を探してやるわ、これは。さあ、ここに5つのミステリーフレーバーがあります。いや、違うな。ここに5つの、違うな。ここに4つの、ミステリーフレーバーと1つのドクターペッパーがございます。全く分かりません。色では全く見当がつきません。本当にもうどうなってるか分かんない。よーし、これでもう分かんないぞ。はい、シャッフルが完了しました。はい、ちなみにこれ触った感覚とかでも分かんないです。1日ね、ずっと冷蔵庫の中入れといたんで、色も全く分かりません。これでどれが毒ペなのか、どれがミステリーフレーバーなのか当てたいと思います。そしてこいつらの生きる意味を俺は与えてやるんだ。なんか、うん、よし、行こう。じゃあまずはこっちから行きたいと思います。あー、ちょっと待った。あー、気づいてしまった。あかんことに気づいてしまった。一回全部開けないといけないんだ。開けたやつって分かっちゃうじゃん。さあ、飲み比べていきましょう。じゃあこっちからいきたいと思います。はい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 、はい、これは多分ミステリーフレーバーですね。ミステリーフレーバーじゃないわ、ミステリーフレーバーですね。うん、どれも同じ味がする。これ多分毒ペだ。おい、ちょっと待てよ、不安になってきたぞ。いや、待って、違う、待て待て待て、これも毒ペに見えてきた。多分これ毒ペだから。いや、これも毒ペに見えてきたな。よし、わかりました。これミステリーフェイバーです。ミステリーフェイバー、ミステリーフェイバー、ミステリーフェイバー、毒ペ、ミステリーフェイバー。これが毒ペなら、お前らはもうこれから、ミステリーフェイバーが毒ペなんて言われない。さあ、皆さん行きましょう。未来を切り開くのはお前らミステリーフェイバーたちだ。せーの、デイ。ではこれから皆さんをハロウィンパーティーへご招待します。ソイルだけどね。オープン、雨のスターデー。さあ、やってまいりました、ハロウィンショー。